多面チャンに強くなるパターンを知るシリーズ、今回は上の223、まあ223と書いて223、まあこういう形です。2枚2枚3枚と、2枚2枚3枚並んでいるときは3枚じゃない方、22の方ですね、端っこから3枚あんこ完成部分まで、この矢印のイメージで覚えると結構便利かもしれません。22の方から端っこから3の完成部分まで、これで言うと22の完成部分、1234ですね、あんこ完成の部分まで、まあ、考え方は、まあ、このくらいであれば即興でできると思うんですが、あんことして考えるとシャンポン23、ちゃんととして考えると14。以前説明したあんこあんこプラス1、これもあんこあんこプラス1の時はプラス1の端っこからあんこ完成部分までという説明をしましたが、まあ町は同じですね。これが、まあ、この形が223、2枚2枚3枚の場合は2枚の方から端っこからあんこ完成まで1234ということです。こういういろんなパターンのシリーズを慣れとくと、実践の場で急にパッと出てくるので、例えば3秒以内に、まあ、これは3456と、3456、あんことして考えると45、そいつとして考えると三郎ということになります。まあ、例えば この場合は2234567と、4567、何回もやっているとこう直感で分かってくると思うので、動画だとちょっと難しいんですが、例えば5678、5678となります。例えば6789、6789、例えば1234、1234、まあ223ですね、223。3456、3456、5678、5678、まあこんな感じで、223の時は22の方の端っこから3まで、あんこ完成部分までというパターンで、まああのこれだけだと、まあそんなにパターンとして覚えるっていうよりは、こんなのは即興でわかるじゃんという話でまあいいんですが、実際は他も全部ピンズで、鎮逸とか染め手とかでこの部分が入っている、そんなパターンもあるので、こういう小さなパターンをいくつも知っていると、鎮逸がこう自然とこういうパターンでズバッと一気にいけることがあるので、
いろいろ今後も説明していきます。まあ、今回は2枚2枚3枚223の時は端っこから3まであんこ完成まで、これを説明しました。まあ、これは3456考え方はあんこで考えると4号統一で考えると三郎、この順番です。どうもありがとうございました。